おはようございます、こんにちは、こんばんは、よろしく。フィリピン愛です。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。マニラのラグスニラ土地下道は修復のために完全に閉鎖されました。マニラのラグスニラ土アンダーパスが修復工事のために完全に閉鎖されました。それによってその地域で交通渋滞が激化することが予想されています。それは交通に影響があるだけでなく、修復工事の詳細も提供されていますね。ラグスニラ土アンダーパスの水路の修復が行われるため、道路の下にある水路のために中央の貯水池を取り除く必要があるようです。なるほど、水路の修復のために貯水池を取り除く必要があるのですね。それによって修復がスムーズに進むのでしょうか。はい、そうです。貯水池を取り除かなければならないため、ラグスニラ土アンダーパスの全幅を掘削して下の土砂を除去する必要があります。修復が完了するまでに目標としている5ヶ月の工期に間に合うよう、道路を完全に閉鎖することで作業を加速する予定です。それはかなり大変な修復作業ですね。交通渋滞が発生するのは避けられないでしょうが、修復工事が終わった後は交通事故が減ることを期待できるのでしょうか。はい、修復が完了すればラグスニラ土アンダーパスはより安全な状態になることが期待されます。修復前の状態では水路の問題があったために事故が発生しやすかったそうです。修復後は交通事故のリスクが減少することが期待されます。それは素晴らしいニュースですね。修復工事が順調に進み、ラグスニラ土アンダーパスがより安全な交通経路として復活することを願います。交通渋滞が発生する期間は辛いかもしれませんが、結果として長期的な利益が得られると思います。ではニュース記事の解説します。マニラ、火曜日、マニラのラグスニラ土地下道は修復工事のために完全に閉鎖され、その結果この地域では交通渋滞が激しくなることが予想されます。これ以前は修復工事が5月に始まって以来、モータリストは一つのレーンを通行できるように許可されていました。マニラ市の工学部によれば、道路の下にある水路の修復のためにラグスニラ土全体を閉鎖する必要がありました。マニラ工学部のアルマン・アンドレスは、真ん中に水たまりがあり、それを上にポンプで送るための蓄えになっているんですと説明しています。私たちはその水たまりを作ることができないんです。それは完全な幅のラグスニラ土全体です。だから私たちはそれを取り除いて下の泥をすべて取り除かなければなりませんと述べました。ラグスニラ土の修復工事は1960年代に作られたものであり、5ヶ月の目標に到達することができますが、道路を完全に閉鎖すれば作業がより早く進むと言われています。アンドレス氏は、それはほんの一時です、事故が多発するよりはマシですと述べており、影響を受けるモータリストにも謝罪しています。ラグスニラ土の修復が始まり、モータリストに代替ルートをマニラ交通駐車局は発表しました。ラグスニラ土の一部から出発し、パドレブルゴスアベニューに向かい、ラウンドテーブルに進み、パドレブルゴスアベニューを渡り、マリアオロサストリートに進み、カラーアベニューに左折し、タフトアベニューに右折して目的地に向かうルートです。一方、 CM ベクトー通りの北行き区間では、道路の修理と再舗装のために一部通行止めが実施され、8月23日まで続く予定です。プロジェクトによってジュアンルナ通りと L カノ通りの間の北行き車線に影響が出ます。以上となります。今日も目に留まったニュースをピックアップしました。最後までご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。ではごきげんよう。バイバイ。